までがあって、まずストレッチショートニングっていうのはストレッチですから、まずは伸ばされるわけです。筋肉伸ばされて、そこから縮む、ショートニングだから縮む、そのサイクル、その一定の動作の中でパンチというのは生まれます。そうでなかったらただ押す動作になっちゃうので、ただ押すんじゃなくてストレッチショートニングサイクルを使ってるから、パンチ動作というのは、まあ、スピードも出るし威力も生まれるんですよということなんです。で、ストレッチショートニングサイクルは何かと、まあ、ご存知の方もいっぱいおられると思うんですけども、ちょっとすみません、桜井さん、ぜひ選んでください。ストレッチショートニングサイクルっていうのを、まあ、簡単にこう見ようと思ったら、ちょっとこっちにグッと引くんで、その時にこう耐えてください。これですね、こう引きますね。これですね、伸ばされて耐える。この時に、素晴らしい。この時に非常に筋肉が収縮してますね。こう筋肉が収縮して、こうボコッと盛り上がってますけど。で、筋肉が今収縮してるんですけども、実際関節はそんなに、普通収縮したらこっちに行きますけど、行かないということは、収縮してるんだけど伸ばされてるわけですね。だ、収縮してるけど伸ばされてる状態。で、これで、もしこれでグッと来て、僕が手を離したら、ポンと落ちるわけで、こういう感じで行くわけですね。こういう感じで行くわけです。で、これがストレッチショートニングサイクルなんですけども、もっとこう、まあ、これは見やすいようにこういうふうにしましたけど、もっと簡単に自覚できるストレッチショートニングサイクルは、この、デコピンです。デコピンはグッと力入れてからパッと離すわけです。で、これ、まあ、親指で止めてるわけです。じゃあこれを親指で止めんかったら、スカですね、これ。これだ痛くないですね、これだ全然。痛くもなと思う。でも親指で止めることによって、ものすごい威力が上がるわけです。同じですよね。指の筋力は急に上がるわけじゃないんですけども、一緒だ。指の筋力は一緒なんですけども、親指で止めることによってストレッチショートニングサイクルがかかる。かかるからポンポンと威力が上がるんです。じゃあこれは何かと言いますと、今ちょっと桜井さんにこうグッとこう筋肉収縮して、収縮したけども肘は逆に伸ばされるから力が変わってないんです。じゃあそれはどうなってるかというと、まあ、これが筋肉だと思ってください。ここ腱で、ここが筋肉です。ここ腱ですね。伸ばされるとこうビヨーンと伸ばされるのでビヨーンと、その時に収縮、それに対して、まあ、筋房水というこの中にあるセンサーが働いて、伸ばされた時に反射的にグッて縮むわけですね。こうビュッてなる、縮むと。で、縮んだらちょっとこっち行きますけれども、こう伸ばされて、で筋肉がゴボッとちょっとこういう感じ縮むんですね。ここはこう、こっち向いて筋肉は縮むわけです。ただここの長さ自体は今も変わってないし、デコピンの力をこうグッと入れてる時でも角度変わってないんですよ。角度は変わってないということは、トータルの長さは変わってないと、ということはここ縮んでトータルの長さが変わってないんで、ここが伸びてるわけですね。腱が逆に伸びてるからトータルの長さが変わってないわけです。まあ、ここは10センチとしましょうか。で、10センチとしたら伸ばされて筋肉が、まあ、4センチ縮んだとしたら、逆に4センチだから2センチ2センチは腱が伸びてないと、まあ、計算合わないですよ。で、実際体の中でそれが起こってるわけです。だからこう溜めてポン、溜めてポンの時にここは溜められてる状態ですね。溜められてる状態で筋肉がグッと力入れます。この時にもう力がだいぶ出てます。で、腱は伸ばされてます。で、離したら今度逆に腱も縮むわけですね。腱も縮んで筋肉も縮むから一気に縮まる。縮むからポンと伸びるわけですね。伸びるというか関節が動くわけです。だからこの時は何もない状態からポンっていくよりも、筋肉の収縮と腱に蓄えられた力両方が働くんで、力がプラスされてるんで、でしかも止められたとこからポンっていく。非常にスピードもあるし力も強い。これがいわゆるストレッチショートニングサイクルなんです。で、これを、まあ、全部のスポーツはこれ使ってるんですけれども、まあ、特にパンチの動作の時にどうしてるかっていうと、まあ、これ、まあ、普通に打つわけなんですけれども、よく言うのは腰で打つ、腰を切れと言うんですけど、その時にこう打つんですけれども、
これで、まあ、いわゆる手打ちの場合だと、まあ、こんな感じですこれだと普通に筋肉でついてるだけです筋肉でついてるだけなんであんまりそれ仕事にも最後かかってないでこれをよく言うのは手の力を受ける手の力はもうでも落ちるか落ちへんかぐらいのギリギリで折れるというぐらいのゆるゆる で瞬間的に腰を回すで回したけども手は動いてないわけですねゆるゆるやから回してだからここが伸ばされる伸ばされたところがまた回すでここがまた伸びる伸びる伸びるっていう感じで順番に伸ばされていくんでこのバネが順次こう伸ばされ伸ばされ伸ばされしてポンっていくわけですポンっていう感じだからこれを、まあ、どうこれをなんか一つどうしたらいいかっていうとこれだけだと分かんないんですよねこれだと、まあ、見た目だとついてるように見えるんですけども分かんないんでこれをこれを応用でチロチロチロ座っていただきましょうチロ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 でこれねショートニングサイクルをパンチをしっかりと分かるためにまあ一つやり方があるんですけどもあの一般でいう寸形っていう技があるあのワンインチパンチっていってあの相手に体こうくっついた状態からついて打つというやり方なんですけど、これも普通にちょっとこう腰をね、普通に、これで普通に押すのとちょっと違うんですよ。普通に押すんじゃなくて、ちょっと後ろに。もうちょっと待って、ね、普通に押すんじゃなくて、腰、ここをね、肘伸ばした状態で、腰をまず切るんです。腰を切って、そこから押すという形になるんですけど、やってみると、こういう感じ。これあの普通パンチってこう肩と肘が伸びて打つんですけどもそうではなくてここはもうわざと伸ばしておくわけですわざと伸ばしておいてでここをつ、まあ、あえて使わないようにするわけですあえて使わないようにしてで腰を引くこういう感じで押すわけですこれすることによって先ほどにも言いましたけどもここは動いてない状態でスタートする切って伸ばされ、切って伸ばされ、最終的にここでズンズンっていう状態で押すのがこういわゆる寸形ワンインチパンチと呼ばれる打ち方なんですけども、普通のパンチは全く一緒なんですけども、あのよく手打ちになる方っていうのがよくおられるんで、手打ちになる方に癖を強制せなあかん時なんかはもう手握っちゃうとねやっぱりこうなっちゃうし、なでもそうですね、あのこれ野球でも何でも一緒なんですけど。手投げの人は、手投げの人もこう腰からいける。手は後から出てくるように言いますけど、それと一緒なんですよね。でも、手からやっちゃう。だから、ちょっとね、ここ、殺さんとがあるんですよ。ここ、使わんようにして、あえてここ、使わないようにして、で、ここを動かす練習する。あとは、溜めるのに、こう一瞬、この瞬間に、この肘というかこう、この瞬間に押しちゃうとダメ。最後の最後まで動かないで最後の最後にここまでもうバネが溜められているので一気に回復するという形で結んで一つますねこういう感じになるんですこれの応用ですよねこれの応用がパンチなんですけどもこれはもうだからこう出るんですけども中身は一緒ですね中身はもう全く同じでこう先に体が回転してからここ残しといてバネ力を蓄えてね、ボンと打つ。だから威力が出るわけですね。だからあの結構短い距離でも威力が出ます。こういう打ち方で。あの浜田剛っていう元世界チャンピオンがいましたけれども、あの人は10センチだったら人倒せるって言ってたらしいんですけれども、確かにあの人自分のパンチで自分骨折するぐらいのパンチ力があったんですけれども、多分10センチだからこれぐらい間どこからでも。相手を倒せる威力を出るこれこう手で打っても絶対倒れるような感じは出ないんですけども今みたいにこうまず腰切ってドンと打つこういう打ち方をするとそういうパンチが出るっていわゆるこれがストレッチショートニングサイクルという打ち方です、これあの、はい、どうですかスポーツ科学の話聞いて、うん、どうですか足りない足りないですね、はい
プッシュなんですよ、はい、ですよね、スキッチのこばせ、腰切ってるでしょ、はいはい、プッシュって言ってますよね、はい、これあくまでプッシュなんですよ、はい、本当のバレーっていうのは腰から来て肩まで来て肩が、はい、だから正直、はい、腰が動くと分かるでしょ、はい、巻いてってだから肩さえ動けばいいバットを打ちますよ、はい、これも、これ痛くないですか、ね、もう、プラスになってますね、でも、かわいいで、それにプラスして、僕からでも、あんまりこねてないこれね見えない、あとは、はい、まさかこうちゃいますね、こうちゃいくでしょ、はい、流しておきますね、セット、はい、これもすぐ、戻すんですよ、もう一回、はい、サイクルがこれはプッシュなんです、はい、それを伸ばしてピタッと、はい、これはまだプッシュです、はい、これを戻すことで体を戻すことで、はあ、そこからぶっつけられそうな自分が離れようとか相手を噛んでくるこうなんですね、この力で自分の離れる力を一切でやれって面白いですね、あんまでも分かればスポーツ感覚的な話面白いです、パンチというよりは全スポーツ共通だっていうものをまずストレッチショートに書いてるだいぶ面白いです、ね、で、パンチに関してもそうなんですけども、確かに肩甲骨のところが緩くなると溜められないので、肩甲骨の動き溜まらない溜めた方が、溜めるためにはここが動かないと確かにダメよ、ダメです、手を止めに手を使う場合、だから練習とかでそういう練習もあるんですけど、ここを動かすための練習っていうのも一応あるにはあるで、多分それが十分にできて、でなおかつそれが試合で使えるようになろうと思ったらものすごい練習いるんですけど、一つ、まあ、入り口としてはこういうここを動かす練習っていうのは、まあ、よくやられてます。これなんとかっていう練習なんですよ、こう飛んで後ろにボンって押すっていう、飛んで後ろに押すっていう練習、こういう練習もあるらしい、これも後ろに飛ぶんじゃなくて上に飛んでここで押す、その練習することでここを使う、肩甲骨を使う練習はできるらしいです。僕もちょっとあんまりよくわかんないですけど、飛んで押す、この時も肘は伸ばしたままで、ここが短い状態だと上押しになっちゃう、伸ばしたままで飛んでここをこういうふうに押す練習っていうのはした方がいいそうです、まあ、僕の発表は以上なんで、はい、ありがとうございます、すいませんでした、ありがとうございました。何か質問とかないですか、藤村さんに。でも藤村さんに質問なんかないですか、藤村さんに。でも藤村さんに、藤村先生よろしいですか、質問がありましたら何かありましたら、次の場合か明日から月もあるけど、これあったでしょ、これ、はいはい、これって月もあるんですけど、はい、投げで使えるんですか、ああ使えますね、結構で抵抗するから、はい、抵抗したことが強いよね、はい、だから投げるときは手首掴んだとか、ちょっと増えたときにちょっと引っ張ってると、はい、引っ付けます、はいはい、それ投げたりします、うん、投げます、投げますね、藤本さんどうですかセミナーでまたあれですよね、大きい投げとかもそうですよね、ですね、ですね、瞬間下に引いて、そこで空気を止めたところで横に投げる柔道の技なんですよ、あれ何だかな、あの人ビッグネキゾーンっていうすごい偉い柔道なんですけど、その人が作った技なんですけど、一瞬一瞬落とすんだよね、相手を落として、落としたあげた瞬間反射でここを突っ張っちゃうんで、もうここが固
まった状態だから横にちょっと押されるだけでポンと足も引っ掛けられてないのにポンと飛んじゃうんで、まだほんまに空気で投げられたみたいな感じになっちゃう。多分こういうのを利用してるんですかと思います。原理分かってる、使いませんけど原理分かってる方投げられたことあるんですけど、その人ってじゃあ相手してるやられなんか分かってるみたいな人たちまあそんな感じです。すいません、お二人ともありがとうございました。もう一度講演スタッフ前に言っていただいてよろしいですか。少々お時間がありますので、何かご質問があったら今の機会にどうぞご質問ください。もしくは城間先生もお答えしていただけるかもしれません。どうぞください。吉野先生の興味深いんですけども、あとのセミナーでということで、したいのが、桜井さんと、今田さんにお伺いしたいんですけども、競技をされている方にトレーニングを指導する際に、もちろんその競技の練習もされて、トレーニングもされるということで、練習量がどうしても多くなって、体にかかる負担が大きくなると思うんですね。でそういう場合に、そのオーバーワークに陥らないように、その気をつけることになったりとか、あとその疲労が溜まってるなって思ったときに、まあ、どういったケアをされるのかっていうことをお伺いさせていただきたいんですけども、その自分が一回その長距離をされている方を見させていただいたときに、まあ、結構練習量が多い方でそのこの辺の疲労が取れないっていうことで言ってもらって、可動域が悪いわけじゃないんですね。けど筋の緊張がすごい高くて、いろいろまあストレッチングしたりとかマッサージしたりとか試してみたんですけども、ちょっと長く緊張が取れなかったので、そういう持久系の方の疲労をやったりとか、ゴルフのような瞬発系の方に対して、まあ、どういうふうなアプローチをされるのかっていうお話をお伺いさせていただきます。はい、そうですね、まあ、そのゴルフの方は、今日、ね、お伝えした、ゴルフの方なんですけど、まあ、毎週2時間取っていただいて、1時間ちょっとのトレーニングが出た、あと残りの45分、50分のケアが出てますんで、そこ週1回、1、まあ、マッサージとかにストレッチさせてもらうので、それでだいぶケアもできてるかなという感じはします。で、あと、そうどうしても打ち込みね、最後ちょっと時間なくなって説明できなかった最後が3コマ目ぐらいのところなんですけど、障害をどうしても打ち込みの練習が多くなると、やっぱりこの時ね、こっちは手首肩やっぱりラグがそれ当たるんで、うん、ここが痛いってことなんで、ここのストレッチング、そのやっぱりその障害、その特に衝撃ですね、衝撃ドンときた時に負荷を受けるこの筋肉ですね、そこのやっぱストレッチングは、重点的に教えさせてもらってますね。はい、あとはそれケアに関してもそうです、もうそのマッサージしっかりやってもらって、そんなに普段から疲労がたまるようなことは今のところあんまないですね。はい、あと栄養もしっかり、あと栄養もすごい大事だと思うんですね、やっぱり栄養状態が悪いとなかなか疲労止めないと思うんで、栄養の方もね、奥さんがしっかり栄養管理してもらってるんで、まあ、特に問題ないかなという感じです。そうだ、はい、ちょっと答えなんじゃないですけど、僕はですね、その方々に絶対そのセルフケアというか、そういうのを指導させていただいてるんですよ。今覚えられへんわという方でも少しずつでもいいので変えたりして、それが習慣つくようにストレッチであったりとか、まあ、実際に触ってもらったりとか、押したりとかしたらね、結構自分も肩こったりするんですけど、引っ張ってもらったりとか、楽な主義でいいんで、そういうセルフケアしてもらったりとか、でもそれでも取れない方で絶対おられるんで、そういう方はちょっとその何ですかね、まあ、ちょっと続けてはる方とかやったら、それで休みがないじゃないですか。だからどっかの休みを特別にするというか、例えばお風呂入るときにちょっといい入浴剤をプレゼントしたりとか、まあ、そのきっかけ作りとかあるんで、その何かで変わったらやっぱり違うんだよなというのが分かると思うので、睡眠時間を多く取ってもらったりとか、なんかその夜更かしとかって多いと思うんですけども、ちょっとそういうとこを見直してあげるだけでも、スイッチ入ってるとこと、オンとオフのとこ、オフがすごいおろそかになってる方ってすごい多くて、で結構そういう方って自流になれないんじゃないかなと思うんですけども、自分の社会自己管理をして、でしっかり休めるときは休んでっていうのをアドバイスすると、結構あの気がなく行ってる方多いですね。ありがとうございます。
して、ね、説明質問させていただきたいんですけれども、よくスイング系のスポーツ、はい、ゴルフだったらこう歩調、歩円の傾きっていうのは当然出てくると思うんですけれども、それで、まあ、どうしても体の傾き出てきますよね。それに対してもトレーニングとか、あ、傾きにはその実際にゴルフの例えばスイングのコーナーやっても手のポイントこうなってるかあっちの中継やってない。うん、スイングはもう本当にトレーナーとしてもあの筋力アップとその最前期今言った股関節と胸椎回すとか、うん、しっかり前傾を取るようにとか、うん、その辺をしっかりお指導させてもらってるだけで、実際にこうスイングをやってもらってこうこうっていうのは正直その方にやってないんですよ。ゴルフで先生がやっぱり右逆で右打ちだったら右のバランスが左を左打ちを指導するとか、そういうようなトレーニング的な感じで、あ、そういうなんか左右差とかそういうところにやってないんですね。はい、今永選手のなんかすいません、あのこうマラソンとかの方に、まあ、持久的な運動もされてるのと、あと、まあ、高い負荷をかける効果の運動なんですけど、ちょっと具体的にもしよかったら一例でもいいのにどんなものをやってるのか教えていただけたらと思います。そうですね、はい、結構ね、あの時間決めてその間にずっともも上げしてもらったりとか、すぐ早くねやってもらったりとかするんですけど、まあ、それも、まあ、すぐやると上の力になるんで、ちょっとこう傾けてこの状態でやってもらったりとかしたりとか、あとは本当にあの重量を持って全身使うような運動とか、なんか持ってあの例えばジムとかでしたら簡単でいいのですね、こういったバーとか、プレートとかあるじゃないですか、これを手だけじゃなくて全身使って持ち上げるとか、まあ、こんなフォームじゃないですけど、はい、ありがとうございます。ジャンプとかでもいいですけど、全身使う運動をしっかりやってあげた方が全身使いますので、はい、指導してあげたいと。あ、縄跳びとかそういうのです。はい。まあ、いないでございませんか。これいいですか。白間先生に。例えばその今日もその藤村さんと一緒にやっていただいたんですけど、ああいった練習とかされるのかとか、なんか普段なんかそういった島さんが、まあこれからセミナーがあるんで取っておいておいていただきたいんですけども、そういうことを意識して普段運動されたりとか、先ほど藤村さんがおっしゃったように休憩とかされてるのかなという少しだけお話しいただきました。傾向しますよね。例えば僕とお風呂とかだと、僕6時間で8時間2分ずっとテレビ見ながらとかって、僕とお風呂でしょ。ただ何千本振ってるかわかんないですけど、まあ1万本ぐらい振るんでしょうね。でも休憩はものすごくいいです。まず10本振って休憩するもあるし、100本振って休憩するもある。気持ちが数回の時があるんですけど、でもモチベーションを一番持っている時っていうのは、正直木刀を真剣に振ってる時はダメですね。やっぱさっき言われたようにその音楽聴きながら走るとかって言ってました。やっぱり気持ちが木刀を振るよりも違う方向に向いて、今動けてることが楽しいとか、うん、そういうなんか根本的な楽しさがあると続けられる。であとは稽古をする、月の稽古は確かにさっき言われたように私は同じように稽古しました。こうやって壁に行ってこうやったりとかして、で止めてとかやってました。はい、すごいいいなと思ってました。はい、まあ、学んだんですけど。あと1台ぐらいありましたら、どうぞ。また平川さんのブログの方に質問フォーム作っていただけるんですかね。はい。またこの機会に質問が変わらなくても、何か今のでああの時聞けばよかったなってことがあったら、またブログの方に我々その質問フォームとか書いてますし、そういう質問がないとや、その質問を受けた、それとアットエイズのメンバーが質問を答えするようにしますので、またブログで質問していただけたらいいかなと思います。それでは、時間が押したりとかね、いろいろありましたけども、皆さん
まっていただいていろいろお聞きしていただいて、僕らもすごい嬉しかったですし、そのためになったと思います。どうも、さんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、6時までちょっと時間がありますので、よかったらまたその、お昼じゃない、ご飯少し食べたいとか、ちょっと休憩していただいて、で、6時からは4階の音楽室になりますので。ここは何時までこれ？ここは5時までです。はい、でどこに、まあ、カフェもあります、ね、はい、でさっきちょっとね平川さんと後ろまで過ぎたんですけども、喫茶店とか近くにありましたんで、そこで休憩されてもいいかな。あ、プレイの中にもありましたね。これそこですね。そこ、はい、スパゴを使っていただけるんで、はい、ちょっと時間空くんですけど、まあ、6時から始まるんで15分前に開けれると思いますので、音楽室の方よくやりなさい。はい、4回音楽室です。あと、アンケート。